この設定しないとめちゃめちゃ損してます。どうもこんにちは、まみよしです。 iPhone を使ってる方はね、こちらの AirPods シリーズ使ってる方かなり多いと思うんですけども、今回はですね、こちらの AirPods 絶対にやっておくべき設定っていうのが3つあるので、その3つ紹介していきたいと思います。本当にそれやってないとね、 AirPods のいいところ活かしきれてないんで、ぜひこの動画見ながら試してみてください。ということでやっていきましょう。AirPods を耳につけます。この状態で設定の方をしていきましょう。まず一つ目は空間オーディオをオンにしましょう。自分が聴いてる音楽のアプリ、Spotify でも Apple Music でも Amazon Music とか何でもいいです。それを開いて音楽を再生しましょう。この状態で右上からコントロールセンターを開きます。ホームボタンの人は下からスライド。このイヤホンのマークがあるので、ここを長押しします。そうするとノイズコントロールとステレオ空間化っていう2つが出てきます。ここのステレオ空間化、もともとオフになってると思うので、これをタップして固定にしましょう。これ固定とヘッドトラッキングっていうのが出てくると思うんですけども、ヘッドトラッキングはね、自分が右向いてると左耳から聞こえるみたいな変な感じになっちゃうんで、ステレオ空間化は固定がおすすめ。これやるだけでね、まず音の広がりっていうのはかなり広がったと思います。まずこれやってない人はこれやりましょう。でこれ YouTube だと次はオフになってるので、これアプリ単位でね、オンオフっていうのが可能になってます。なのでこういったトーク系の動画とかだと変な聞こえ方になっちゃうので、こういうトークの時はステレオ空間かオフにするのがおすすめです。続いて2つ目の設定いきましょう。 iPhone の設定をタップ。そうすると上側に AirPods Pro、 自分が持ってるやつ出てると思います。これ出てない場合は一般からソフトウェアアップデートで最新版にしましょう。それでも出ないっていう場合は iPhone のアクセシビリティで下の方に行ってオーディオビジュアル、ここから調整することができます。 AirPods を選んでこの状態で下に行きます。バッテリー充電の最適化っていうのがある場合はこれオンにしておくとね、バッテリーの劣化をね、軽減することができるのでおすすめです。でこの中のアクセシビリティをタップで押す時の間隔、これデフォルトで、長押しの間隔、これノイキャンとかね、外音取り込み切り替える時に最短でやりたいので、これは最短がおすすめです。まあ、この辺はね、自分の好みでやってみてください。で下の方に行くと空間オーディオヘッドトラッキングっていうのがあります。これオンにしておくとさっきのね、音楽を聴いてる時にオフ、固定、ヘッドトラッキングから選べます。ただこれね、1回1回ポンって押しただけじゃ変更できなくなるので、これはね、 iPhone に従うはオフにしてあげた方が、これをねワンタップで切り替えできるようになるので、オフがおすすめです。で続いて下のトーン音量なんですけども、これはねノイキャンとか切り替えた時にポンっていう音、これの音量が決められます。これ AirPods Pro 2しかできないかも。まあそんな感じです。でここオーディオアクセシビリティ設定、こちらをタップしましょう。そうするとね、ここのヘッドホン調整っていうのが出てきます。ヘッドホン調整をタップしてこのチェックを入れてください。オンにします。下一緒に設定していきましょう。オーディオ以下に調整、これはバランスの取れたトーンがおすすめです。通常のね AirPods の状態だとちょっとねこもり気味だと思うんですけども、このバランスの取れたトーン弱めにすることによって埋もれてた高音とかもはっきり聞こえるようになります。音声の音域明るさにすることによってちょっと音質っていうのも変えられます。まあ、基本的にはね、このバランスの取れたトーンと弱めがいいかなと思います。続いて下の適用先、これ電話とメディアっていうのがあるんですけども、これ電話通話音声ですねにこのバランスの取れたトーンを適用するかっていう設定になります。でメディアは音楽とか YouTube とか、まあ、聞こえるメディア音声全てに適用するかしないかっていうやつです。このバランスの取れたトーン弱めを適用させたくない場合っていうのは、このメディアもオフにしてください。まあ、基本的にはオンの方がね聞こえやすいかなと思います。これが2番目音質の設定ですね。続いて3つ目、外部音取り込みの音量の設定になります。AirPods Pro をね耳につけてる状態だと、ここの画面で外部音取り込みモードっていう項目が出てきます。これもともとオフになってるので、こちらをタップして外部音取り込みモードのカスタム設定、これをオンにしましょう。で増幅もね最初真ん中になってると思います。タップしながら一番右まで持っていきましょう。そうすることによって外音取り込みモードの音量っていうのがかなり上がったと思います。これイヤホンをつけてない時よりも聞こえたりするので、外で使う時とかっていうのはこの増幅を一番マックスにして外音取り込みモードとかで使うのがかなりおすすめになってます。この外音取り込みモードのね音量を調整できるっていうのは結構 AirPods ならではの機能なので、ぜひこちらはね使ってみてください。今までのね外音取り込みモードが
が何だったんだっていうぐらいかなりクリアに聞こえるようになるのでおすすめです。で、外音取り込みバランスとかは、これは耳が片耳聞こえにくい人とかっていうのは音量バランスしてみてください。基本的には真ん中で OK。これトーン、暗くにするとちょっとこもった感じ、明るくにするとちょっとキンキンした感じになります。今まではね、トーン暗くでやってたんですけども、まあ基本的には真ん中でいいと思います。で、続いて環境雑音除去なんですけども、これはホワイトノイズとかそういったものを消すやつになりますね。まあ、ただね、ちょっと違和感とかがあるので、これはオフでもいいのかなと思います。ここは自由に設定してみてください。僕は一番左の0にしてます。で、続いて会話を強調。会話を強調により AirPods Pro は目の前にいて話している人の声を拾うようになるので、対面での会話が聞き取りやすくなります。声以外をちょっと遮断した感じにしてくれるって機能ですね。まあ、ただね、これはかなり聞こえ方が圧迫感がある感じになるので、個人的にはあんま好きじゃないです。まあ試してみて好きな方を選んでみてください。多分ない方がいいかと思います。で、この設定が終わったらノイズキャンセリングから外音取り込みモード、これにしてみてください。そうするとね、もう聞こえ方が全然違うと思います。喋るのもめっちゃ自然に喋れるし、外の音もかなりクリアに聞こえます。もうこれつけながら歩いてても全然危険じゃないかなぐらいっていう感じですね。で、さっきのこのバランスの取れたトーン弱めっていうのは、音質どのくらい変わるのかっていうのは、まずはですね、音楽を流します。この状態でメディア、これオンオフで決めてみてください。オンにするとこれが有効になります。オフだとちょっとこもってる感じになると思います。うん、やっぱメディア、これオンにしておいた方が個人的には好きな音質になってます。で、最後にね、AirPods の操作方法、これ知らない方もね、ちょろっといると思うので説明していきます。 AirPods Pro の場合っていうのは、ここを1回押し込むことによって再生一時停止、2回カチカチで次の曲、3回カチカチカチで前の曲に戻ることができます。で、長押しするとノイキャンと外音取り込みモードっていうのが切り替えできます。で、これ Pro 2のみの機能なんですけども、ここのね、へこみっていうのを下にスライドすることによって音量を下げる、上にスライドさせることによって音量を上げることができます。 Pro 1の場合はこれはできないですね。続いて AirPods 無印の場合っていうのは、ここ押し込むことができないのでタップになります。1回タップで再生一時停止、2回タップで次の曲、3回タップで巻き戻し前の曲になります。ということで、いかがでしたでしょうか。3つの設定、空間オーディオをやることによって音楽がね、かなり空間が広がると思います。で、2個目のバランスの取れたトーンをやることによって、ちょっとこもってたのが改善されます。で、外部音取り込みモードの音量を増幅にすることによって、外部音取り込みモードでかなりね、周りの音っていうのが聞きやすくなります。この3つをやるだけでね、かなり使用感っていうのが変わるので、ぜひこちら試してみてください。やった感想ね、ぜひコメント欄でお待ちしてます。ということで、普段こんな感じで使い方の紹介だったり、あとは新製品のレビューとかやってますので、興味がある方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。